用シャンプー、泡がちゃんと出てきました。プル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 。ブラシが結構しっかりしてるからね、なんか頭皮すごいマッサージしてくれてる感じがします。あ、これいいね。ちょっと気に入った。こんにちは、シエルです。先日ですね、美容院に、行ってきたんですけども、その時にですね、美容師さんにおすすめしていただいたシャンプーとトリートメントが届いたので、今日はそちらを紹介したいと思います。私のね、髪の毛の毛質がですね、硬くて多くて太くて毛量が多くて、あとうねりもあるんですよ。そうなので結構厄介な髪質なので、私ね、髪質コンプレックスなんですけども、プロの美容師さんが私のこの髪質にね合ったねシャンプーとトリートメントを教えてくれたので、そちらを購入したんですけども、まずね、美容師さんに言われた一言がですね、私カラーそんなにしてるわけじゃないんですけども、ブリーチしたぐらいの結構ダメージがあるって言われたんですよ。カラーとかブリーチをしてダメージがある人に合った、シャンプーとトリートメントらしいので、今日はねそちらを紹介したいと思います。それがこちらです。はい、こちらですって言っても分かんないですよね。ナデルという、メーカーのものですね。ヘアカラーの悩み、色落ちダメージ、頭皮ケアにトップカラーリストの技術をという、そんなシリーズです。こちらね、セットで購入したもので、この01って書いてあるものがシャンプーで、こちらの02と書いてあるのがトリートメントになります。シャンプートリートメントにさらにこちらもあります。ナデルゴールデンシルクブラシというね、美容ブラシというのがついてきました。で、これをね、ちょっと開封して、お見せしていきたいと思います。髪にダメージがある人の、シャンプートリートメントなんだと思います。私自身さ、すごい髪の毛の色が明るいわけでもさ、染めてたわけでもないんだけどね、ちょっと私はやっぱりね、毛質が厄介だったみたいですね。先日ね、ストレートとトリートメントとかでしっかりケアしてもらったので、やっぱそれも保ちたいなと思ってね購入してみました。こちらのシリーズのものは楽天で売ってるんですけど、それぞれ単品でも買えるんですけど、私はこの3点セットを購入して、お値段が5940円でした。多分あれかな、セットで買った方がちょっとだけ安いかもしれないですね。はい、ということでこちらね、開けていきたいと思います。ベージュとホワイトで可愛いパッケージです。美容師さんが言ってました。シャンプーとかトリートメントはほんとね、髪質によるって、それぞれに合ったものを使った方がいいですよということで、こちらがシャンプーです。可愛いね、ボトル。ね。で、これね、何がね、面白いかってね、これね、泡のシャンプーなんですよ。初めて、毎回結構自分でガシガシさ、泡立ててたんで。メイドインジャパンのブランドですね。じゃあ、ちょっと出してみようか、せっかくだから。硬い。あれ？あ、そっか。なんか、あ、こんな罠が仕掛けられてました。罠じゃないね。泡がちゃんと出てきました。プル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 。すごいいい香り。わ、これどうしよう、もったいない。もったいない。どうしよう。このまま保っとく。地肌と髪を撫でるように洗いすすぎますって書いてある。撫でるっていうやっぱ名前なので、やっぱ優しくこう撫でるってことですよね。普通のシャンプーだとさ、やっぱさ、泡立てようとして結構さ、ガシガシあるじゃん。それがいけないってことだと思うんですよ、多分。泡のシャンプーでこう優しくね、洗うっていうところですね。最近洗顔をね、泡タイプにしたんですよね。そうそう。泡の方がやっぱいろんな意味で優しいんだろうね。続きまして、トリートメント。はい、こちらがトリートメントです。トリートメント。よくある感じの、トリートメントですね。うん、香りはすごいいい香りです。はい。で、初めてですよ、私これ。このブラシですね。はい、ナデルのブラシです。髪の毛のこのヘアブラシみたいの初めて。ゴールデンシルクっていうのがなんかすごい高級感漂ってるよね、なんか。はい。ということで、ただちょっとこれね、使い方がわからない。ゴールデンシルク配合、上質なツヤを叶えてくれるのかな。お風呂の中でも使えます。あ、地肌マッサージやトリートメントの浸透にということで、静電気のダメージを防いでくれるそうです。で、あとは、撫でるだけでサロン品質の美髪を作るということで。ちょっとね、動画では伝わりにくいかもしれないんですけど、このさ、ピヨンっていうさ、櫛の部分っていうの、これさ、長さがさ、短いのと中くらいのと長いのになってるから、ボコボコしてるんですよ。ブラシのところの長さがバラバラなんですよ。これがなんつうの、頭の形にフィットする R 形状と長さの違う三段毛を組み合わせたプロの美容設計ですということで、地肌をカバーしたり、髪の表面を整えたりするという、そんな感じで、なんか歯ブラシでよくあるよね、ここに届くみたいな、奥まで届きれいみたいな。でね、さっきちょっと調べてみたら、カラーヘアを強く美しくする最高峰のシャンプートリートメントブラシということで、髪も地肌もこすらず洗うシャンプー、ダメージ補修、髪の強度を上げるトリートメント、撫でるだけで極上のツヤを叶えるブラシということで、シャンプー前にこれブラッシングするといいんだって。頭皮と毛先をシャンプーで洗い分けて、髪のダメージを防ぐ、地肌への負担を防ぐ、あとはカラーの退色ということですね。なのでやっぱりカラーリングしてる人の悩みを解決ということですね。シャンプー前に1回溶かして、で、シャンプーとトリートメントの時もこれを使うってことじゃないですかね。濡れた髪にもやっぱ使えるようになってるね。個人的にはこの泡のシャンプーが初めてっていうのと、このねヘアブラシ、こういうものを使ったことがないので、ちょっとそれが楽しみです。おー、あー、いいね。なんかあれだわ、頭皮のマッサージって感じ。ちょっと気持ちいい感じするわ。なんか頭皮しっかり洗ってくれそうって感じ。あ、いいね。ちょっと頭かゆい時の使いたいって感じ。いいよ。ちょっと綺麗になったわ。ちょっと綺麗になったんじゃない？ブラシが結構しっかりしてるからね。なんか頭皮すごいマッサージしてくれてる感じがします。あ、これいいね。ちょっと気に入った。まだ使ってないけど、ちょっと気に入った。もう気に入った、これ。はい。はい。というわけで今日はこちらのナデルの、シャンプーとトリートメントのセットをね、紹介しました。こちらの3点セットは今日から使用していきたいと思います。水弾きそうだし、いいね。プロのね、美容師さんからアドバイスをいただいて、購入したものなので、カラーとかでね、髪の毛傷んでしまったりとかしていたらね、こちらね、ナデルちょっと調べてみてください。うん、いいね。すごい気に入りました。はい。というわけで、そんな感じでした。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。